今宵は令和1年最終日12月31日。まあやっぱり年の最終日は女の子と過ごしていきたいものだよね。というわけでラブプラスやっていきたいと思います。ニューラブプラスのプラスですね。任天堂 3DS になります。ラブプラスはね、全くわからないですね。全く何の情報もないんで完全初見になります。とりあえずゲームをスタートしましょう。データは、まあ、普通に1番では、プロフィールはいつもの通り、名字、三上、名前、翔、誕生日は12月31日、今日誕生日なんで、皆さんよろしくお願いいたします。で、初期設定的なものを終わらせて、始まり。ここが永遠の市か。ちげえ。だから、永遠の市じゃねえ、なんか市場みたいになっちゃったけど、これ市だね、市。永遠の市っていうところだね。家の都合で引っ越すことになっちゃったけど、今日からはこの町で暮らして学校に通うんだな。駅のすぐ近くに公園があるのか、いい町だな。なるほど、公園が近くにあるといい町らしいですね。ちなみに自分の駅のすぐ近くに公園はないので、いい町ではありません。残念。さすがに今の季節散歩には寒いな。もう行こう。何しに来たんだ。これから住むことになる部屋は確かこの辺だったはず。そうそう、新しい部屋は。てかこいつ一人暮らしなんだ。高校生で一人暮らしは結構珍しいよね。学生らしいシンプルな部屋、大人っぽいおしゃれな部屋、落ち着いた和風の部屋。あー、俺はねやっぱ和風の部屋がいいですね。畳が一番なんで。やっぱり畳が一番って言ってるし、さすが俺よくわかっている。和風な部屋にしたんだ。あ、あそこだな。まずは荷物を整理しないと。おお、なかなかいい感じの部屋じゃない。よし、こんなもんかな。今日からここが俺の部屋だ。今日からここが僕の部屋だな。まあこれはまあ俺か僕かっていう感じだけど、俺は俺って言ってるんで1番。今日からここが俺の部屋だ。そうだ、今日は転入の手続きをしに学校まで行かないと。そろそろ出た方がいいな。俺は2年からの編入だけど、編入試験結構難しかったな。ちゃんとやっていけるといいけど。2年生からスタートなんだ。よし、着いた。私立永遠の高校、ここが俺が通うことになる学校だ。歴史は古いのに自由な校風が特徴ってところに惹かれたんだよな。これからの高校生活も楽しまないとな。てか友達誰もいなくね。友達ゼロ人。転入の手続きあっさり終わったな。となると次はやっぱり、何、バイトだな。いきなりバイトすんの。この高校バイト大丈夫なの。まあ俺もただね、高校時代はバイトしてたんで。駅前に行けば何か募集してるだろ。そんな決め方でいいのか。あったあった、求人広告。
ファミレス、デキシーズか。高校生かで待遇も良さそうだな。ここに決めた。早速電話しよう。電話だけですぐ採用されてしまった。大丈夫かそこ。よほど人足りないのかな。結構ブラックな匂いがする。う、寒い。初日から遅刻もしたくないし、急ごう。ファミレス、デキシーズ。俺は今日からここで働くんだな。う、寒。早いとこ中に。くし。ん？外掃除なんて罰ゲームみたいなものじゃない。もう。すいません。この店の人ですか？あ、はい。入り口はあちらになっています。なった。撫で回すように女の子を見てるな。足元から。頭の先まで。大人っぽくて綺麗な人だな。じゃなくて。どうしました？いや、不審がられている。そんなにジロジロ見たら不審がられるよね、そりゃ。いえ、俺今日からここでバイトを。ああ、新人さんね。じゃあこっちに。ここ店のスタッフルームか。お待たせ。はい。私は姉ヶ崎ねね。姉がさっき、ねねちゃん。同じ高校の3年生なんだけど、知らないよね。そりゃ知らないよ。今日転校してきてさ、しかも一つ上の学年なんて知るわけないよ。はい、最近引っ越してきました。2年の三上翔です。1年先輩なんですか？もう、どうせもっと年上なんだと思ったでしょ。すごく大人っぽいからつい敬語をやめるなら許してあげる。え、敬語やめるの？だから敬語をやめるの。だって1歳しか違わないのに敬語だなんて、すごく年上扱いされてる感じがしてちょっと嫌なの。え、年上扱いされるの嫌なの？女性は。大人っぽいってなんかすげえいい褒め言葉な気がするけどね。そうなんだ、わかった。じゃあ敬語はなしで。いや、俺的にはさ、まだ敬語使いたいんだけど。素直なんだ。うん、どうだろう。じゃあ早速新人指導を始めちゃうからね。いや、一応職場だよ。ここ職場の新人で1日目だよ。ちょっとまだ敬語を使うべきでしょ。え、そんな急に？ビジネスはスピードよ。スピードも大切だけど礼儀も大切だからね。そうか、じゃあいろいろ迷惑かけると思うけどよろしく。新人の態度じゃない。うん、こちらこそよろしくね。終わった。友達パート。あなたの新しい学生生活が始まりました。友達パートについて確認しますか？これは見ておこう。1日の初めに今日のコマンドを選択してください。選んだ実行コマンドの結果によってあなたの彼氏力が増減します。さまざまな行動を実行して彼氏力を磨きましょう。友達パート。彼氏力はあなたの魅力そのものです。女の子たちがあなたの魅力に惹かれればあなたに好かれようと努力をしてくれるでしょう。なんてけなげなんだ。
魅力的な彼氏になれるよう頑張ってください。うん、俺も頑張ろう。で、スケジュールメール、マイページオプション、セーブ。ちょっとセーブしておくか。じゃあスケジュールを見ればいいのかな。今日1日の予定を入力していきます。実行コマンドの入力方法について確認しますか。はい。実行コマンドの入力、スケジューラーでは実行コマンドを入力できます。実行コマンドはスライドをするとくるくる回せます。実行したいコマンドを中心に置きましょう。 3D スクリーンにはコマンドの実行で増減するパラメータが表示されます。伸ばしたい彼氏力に合った実行コマンドを選択していきましょう。なるほど、これね。はいはいはい。あー、上のメーターが変わってるね。これを動かすことによって、で、朝、昼、夕方、夜っていう感じか。ちょ、朝っぱらから勉強したくないから、ちょっと朝は運動して爽やかな朝を迎えよう。で、じゃあ昼に勉強するか。この2つだね。感性がめっちゃ上がるな。あ、魅力が上がるね。じゃあこっちにしよう。で、夕方、これファミレスか。ねねちゃんがいます。これはてな、これもはてな、これはなんだ、まあ、どっか遊び行くみたいな。ちょっとハテナをやってみますか。なんだこれわかんねえ。これにしよう。で、夜、あ、感性がなくなった。魅力がちょっと少ない。なんか、うわ、魅力がめっちゃ上がるけど他が下がる。じゃあこれがバランスいいかね。ホビー、趣味、これでいきましょう。今日は調子がいいな。なんか体が軽いぞ。お、てかこれねねちゃん怖いんだけど、目が怖いよね。今日は頭が冴えてえな。難しい公式も簡単に入ってくるぞ。いや、やっぱり怖い。なんで目が真っ黒なの。新しい学校での生活が始まったけど、やっぱ部活入った方がいいかな。バイトしながら部活するんだ、大変だぞ。そういやこの学校のテニス部仲が良くていい雰囲気だって聞いたな。よし、テニス部に入部してみるか。早速顧問に話を聞いてみよう。顧問に話聞くんだね。友達いないからな。普通だったらさ、テニス部の友達にテニス部どうって聞くのが筋なんだろうけど、いかんせんまだ友達ゼロ人。しょうがない、先生に聞くしかない。頼るべき人は先生しかいない。悲しすぎる。よし、かけた。あとはこの入部届を出すだけだな。テニス部に入ったら女の子にもモテるかも、なんてな。現実はそんなに甘くないぞ。すいません、入部届出しに来たんですけど、テニス部の鈴木先生は。鈴木先生ならさっき出てったぞ。テニスコートの方に行ってみたらどうだ。そうっすかそうっすかって。誰もいない。寒。部室の方に行ってみるか。この寒いのに部室の掃除でもしているのかな。あの、すいません。はーい。出た、ジロジロ舐め回すように見るこの仕草。はい、何かご用ですか。うわ、綺麗な人だな。マネージャーかな。あの、何か。毎回不審がられてんな。俺、2年の三上翔、転校してきて今日からなんで入部届持ってきたんだけど、顧問の先生が見つからなくて。やばい、すげえ怪しい喋り方になってしまった。
生がおっしゃってた新入部員の方って、多分俺だと思う。あのさ、マネージャーさんに入部届頼んでいいかな。あ、女子テニス部の2年高根真中です。一応選手です。真中ちゃん選手、一人で部室の掃除をしているからてっきり新しい人が来るまでにお掃除しておきたかったの。今ちょうど終わったところ。そうだったのか、サンキュー。なんか俺慣れ慣れしいよ。どういたしまして。届けは鈴木先生に渡しておけばいい。悪いな、何から何まで。いや、なんでこんな言葉遣いな。これ俺にしたからかな。僕だったらもうちょっと丁寧になるのかな。もうちょっと丁寧な感じで喋りたいんだけど。困った時はお互い様ね。高根か、俺の新生活いいことありそうだな。なんか目が潤んでるんだけど。今日は有意義な時間を過ごせたな。なんか調子いいぞ。趣味。ああ、なるほどね。てか、ただ家にまで来てんのか。ストーカーされている。で、1日目の終わり。メールとか。彼女へメールを送ったりメールを確認したりできます。彼女とかいねえし。受信ボックス何もない。メール送信もできない。誰も知り合いがいない。マジで悲しい高校生活だな。で、寝ますか。寝ます。寝ると翌朝になります。いや、そりゃそうでしょう。知ってるよ、そのくらい。2日目、これまたスケジュールを組んでいけばいいかな。ちょっとセーブをします。ではスケジュール。朝また運動する。爽やかな朝を迎える。あれ、なんか新しいのが増えてる。音楽かな。知識がめっちゃ上がるんだけど、まあ新しいのやってみますか。じゃ夕方は多分これ女の子に会えるんだね。なんか3人いたよね。パワプロのあの知識しかないんだけど、あとパワプロコラボのあの3人。でもう一人の子に会える。名前は分かんない。すいません。で、魅力をもうちょっと上げたいんだよね。いや、これ魅力めちゃ下がんな。これ、おしゃれっぽいやつか。よし、これにしよう。今日は調子がいいな。なんか体が軽いぞ。まだ最初の方だからね。疲れが溜まってないんだな。うお！怖い。なんかさ、デフォルメされたキャラがほんとちょっと怖いんですけど、もうちょっと可愛く描いてほしかったな。あれはねねさんか。ねねさん、いや、チョップしかない。声をかけない。あ、普通にねねさんで行こう。声をかけるところがまたすごいよね。ねねさん、何してんの。はい、何してんの。三上くん、先生から頼まれごと。名前を呼んでくれた。ちょっとそこまで。かわいすぎる。なんか手伝う。ううん、大したことじゃないから。そっか。でもありがとう。
じゃあね。こういうところで優しさを見せておく。これはポイント上がったな。お、ポイント上がったよ。ほらほらほら、ね、ねえねえさん、ちょっと怖い本当に。急に先生に呼び出されたけど何の用だろう。とりあえず職員室に行くか。いきなりやらかしたかこいつ。君ちょっと女の子に声かけすぎだよみたいな。下心をそんな出しちゃいかんよって。失礼しました。図書委員に任命されてしまった。マジか。ちょうど今図書員が足りないからって。俺まだ転入してきたばっかりなんだけどな。図書院とかマジで興味ない。でも院をやれば友達も増えるかもしれないし、少し面倒だけどやってみるか。ポジティブすぎる。こいつマジポジティブだな。今日から図書院。さてと。もう頭きた。ちょっとおしゃべりしてただけじゃん。あいつってさ、クラスでもそうだよ。出入り禁止とか何様って感じだよね。ああ、へえ、割と立派な図書室だけどガラガラだな。薄ら寒いし。もう一人1年の委員が来ているはずだけど、あの子か。だよな、他に誰もいないし。ねえ、ちょっといいかな。撫で回したい。うわ、可愛い子だな。俺の新生活いいことありそうと。さっきからそればっかりだな。俺三上翔2年、よそから編入してきて今日から図書院で。まあそうなるよね。でって1年の図書院だろ。名前教えてよって。ほんとこいつ積極的だな。小早川凛子。小早川さん、そっか、よろしくな。なんか手伝おうか。わかります。そうなるのはよくわかります。遠慮すんなよ、何でもやるよ。ほんとなんなのこいつ。ポジティブすぎるし、慣れ慣れしすぎるし。一世ってまさかこれ全部マジで。マジで小早川さんちょっと苦手。俺こういうちょっとツッケンしてる子は苦手です。よしと、海外文学の棚まで終わった。はあ。そっちはどうだ。冷えてきたし、そろそろ帰ろうぜ。一緒に帰ろうとしている。これずっとやってたの？うん、結構はかどったろ。一個質問。あ。先生に伝えとくけど。俺？いや別に。なんだよ。冬の一斉初夏整理とか嘘だから。そんなのないから。じゃ。一緒には帰れなかった。俺の新生活いいことありそうか？小早川さん、これメーター的にどうなの？おしゃれ、ダメ。いや感性が、てか感性のところになんかめっちゃ印みたいなのがついてたけど。じゃあ寝ますか。
って3日目。スケジュール。感性がなさすぎる。ちょっと感性を上げていきたい。昼はバイトに行こう。ねねさん、ねねさんマジかわいい。昼運動。感性って何なの？趣味。趣味で感性が上がりそうだね。学力がめちゃ下がるんだけど。そんな下がるっていうくらい下がる。どうなのこれ。魅力がめっちゃ上がるね。これがバランス良さそう。これでいこう。今日は調子がいい。このまま作品仕上げるか。朝って別にこれ投稿前ってことじゃないんだね。知識がダウンで感性がアップ。あれは小早川だ。オス、いやチョップの出番だな。声をかけない。普通にや、普通俺は声かけないけどね。別にそんな勇気はない。だってこうなるもん。三上、なんか用？あれ？小早川さんってさ、一つ年下じゃなかったっけ？なんで呼び捨てなの？用ってわけじゃないけど、なんとなく。ほらほら、こうなるんだから。こういうこと本当苦手です。なんとなく。俺にはねねさんがいる。バイトに行こう。もう楽しみはバイトだ。さて今日も頑張って働きますか。と言ってもまだねねさんに教わりながらじゃないとな。かわいい。頑張ってね。はーい。よし。覚えることがたくさんあるな。ねねさんは。姉ヶ崎さん、これってどうするんでしたっけ？大変そうだな。で、俺以外の面倒も一人で見てるのか。ねねくん、この伝票の処理なんだけどさ。店長もかよ。ダメだ、ここはマジブラックすぎる。何の待遇が良かったんだろうね。シフトが自由に決められるところかな。当日に決めるからね。当日ってか前日決めてんのかな。よくわかんないけど当日だよね。当日の朝に今日バイト行こうみたいな。どう？仕事は。情けないけど結構大変かも。でも入ったばかりにしては頑張ってるよ。そうかな。ところで俺以外にも新人っているの？他のスタッフはみんなそれなりに長くやってるよ。どうして？ねねさん、俺以外の面倒も見てたじゃん。あの人たちは？あの子たち？彼女たちも仕事は覚えてきたし、基本的には自分だけでこなせるんだけど。だけど？少しトラブルが起きたり、わからないことがあると私に聞いてくるの。私だって1年くらい先輩なだけなんだけど。
や、まあ、困った時があったらちょっと聞いてほしいよね。そりゃ勝手に勧められるのもまた困るから。ねえ、なんでだと思う？さあ、俺にはまださっぱり。そっか、なんでだろう。でもなんとなくはわかる気がする。ねねさん怖い。知識が下がるのかバイトは。微妙が、どういうことこれ。というわけで、3日目が終了して、でとりあえず3人だね。女の子はちょっと見てみますか。特に何にもない。ステータス、トゥードゥ一覧、トゥードゥとかもないんだけど、やることなくね。デートとかにも進んでないよね。これなんだ、俺休日デート50回するとか。そんなに、そんなにデートすんので、今のところこれはもうねねさん一択ですね。ねねさん一択でバイトを頑張っていきたいと思います。ちなみにね、ねねさん、これ声優さんは皆口さんですね。皆口優子さんですね。俺の好きな声優さんなんで、これは分かります。まあそれも相まって、ねねさん一択、ひたすらバイトをする高校生活でいきたいと思いますので、次回以降もよければまた見に来てください。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。